こんにちは。ナビゲーターの東條朝香です。日本では最新鋭潜水艦が引き渡され、次世代へと進む通常動力型潜水艦。日本は原子力潜水艦は建造されない。また、米国は原子力潜水艦のみの建造としている。燃料の心配がいらない。それに、技術的面でも決して世界では引けを取らない原子力潜水艦となる。性能や機動力を併せ持つその性能は通常動力型潜水艦ではなし得ない。作戦も展開できる。ただ欠点もあり、静粛性は若干落ちるだろう。海上自衛隊がトップと現時点は見ている。その米国は、またもや原子力潜水艦を発注している南シナ海での放射能を検知。原子力潜水艦が爆発などフェイクニュースが流れた後すぐだった。それでは、米国潜水艦の動向を見ていこう。日本では2019年に海上自衛隊の最新の攻撃型潜水艦として、そう、竜型12番艦、東竜が進水しているが、アメリカ海軍は最新型の攻撃型潜水艦として、バージニア級の建造を続けている。ご存知の通り、アメリカ海軍の潜水艦は、すべて原子力推進型となっているため、このバージニア級攻撃型潜水艦も同様だが、実に33年間も使用可能な。核燃料棒を搭載しており、理論上は、退役まで交換せずに運用できる。これは、潜水艦のメンテナンスを考えた際には、非常に画期的なことであり、これ以前の原子力潜水艦では、およそ10年単位で船体を切断して、核燃料棒を乾燥する作業が必要だったため、大幅な運用効率の向上を実現している。またバージニア級潜水艦は、一番艦であり、ネームシップともなったバージニアの寄港は2000年とすでに20年以上の年月が経過していることもあり、建造時期によってブロック1から V までの5段階のバージョンが存在する。バージニア級潜水艦はもともと多目的な作戦用途に対応する目的で設計されており、敵艦艇の探知や攻撃だけに止まらず、陸上の目標への攻撃やネイビーシールズと呼ばれる特殊部隊員の収容と運搬を行う能力を備えている。このあたりが前述した海上自衛隊の潜水艦とは根本的に異なるものだといえ、日本の潜水艦が基本的に敵艦に対する探知と攻撃に特化していることとは、大きな隔たりが感じられる部分だろう。バージニア級潜水艦の毎級は、現在でも世界で最高の性能を誇るとめされているシーウルフ級潜水艦だが、ソ連との冷戦構造下で、すべての面で敵艦を凌駕した同艦だったが、
オーバースペックに過ぎ、3隻しか建造されなかった。そのシーユレフ級に比べれば、バージニア級はすでに30隻を超える数が建造される予定となっており、前述の最新型であるブロック5型は29番艦以降の艦艇について建造時からの導入が決まっている状態だ。同じバージニア級とはいうものの、ブロック5型ではそれまでよりもさらに兵装が強化されており、その実装に向けた大幅な変更を鑑みれば、ほとんど新型の艦艇だと述べても差し支えのないレベルだと言えるだろう。具体的にはブロック5型では VPM と呼ばれている兵器モジュールを4機搭載し、これ1機につき最大7発のトマホーク巡航ミサイルを収容しており、従来からの VPT2 機12発と合わせ40発の同ミサイルを実装可能となっている。ここで採用された VPM はこのトマホーク巡航ミサイルだけでなく、今後開発されるミサイル兵器の収容も視野に入れたものであるとされ、さらに有力視される無人機などの搭載、射出にも対応する汎用性の高い仕組みだ。ただし、こうした VPM などの並走によって、設計当初からの目的となっていた多用途任務への対応が期待できる反面、最新のバージニア級ブロック5型でも大きな問題点を指摘する声も一方で聞こえている。まず、1点目が、現代の潜水艦に求められるステルス性能、高い秘匿性についての問題であり、これはバージニア級ブロック5型を建造した会社の技術者による内部告発が引き金となり、耳目を集めることとなった。内部告発の内容は、バージニア級ブロック5型に行われるコーティング処理について、本来は特殊な技術を有する有資格者しか実施できない作業を、資格を持たない者が行っていると指摘したものだった。潜水艦は、その特性上水中を潜航する過程で、絶えず水圧にさらされるため、そこで生じる船体の歪みなどにより、多かれ少なかれコーティング処理にダメージが起こることはやむを得ないが、バージニア級ではこの傾向が特に大きかったという。この事態は運用を行っているアメリカ海軍でも憂慮されており、以前のロサンゼルス級とその程度を比較しても脆弱さが報告されており、著しく秘匿性に影響を与えることが懸念されているとも伝えられている。先の内部告発の内容の真偽のほどは、今後の調査などで時期に明らかにされていくことが予想されるが、仮にこれが事実だとした場合には、追加の回収の発生なども考えられ、アメリカ海軍全体の戦略にも影響を与えそうだ。また、もう一つの大きな問題だとされているのが、バージニア級の建造に要する
製造コストの高騰であり、最新型のブロック5型では1隻あたりの単価は約3800億円を超える価格にまで達している。これは例えば日本の最新型の東竜がおよそ700億円の調達価格とされていることと比較すれば、いかにバージニア級が高コストの原子力潜水艦とはいえ、その高額さには驚きを禁じ得ないだろう。とはいえ、アメリカ海軍としてはこれまで7つの海を股にかけて展開してきた自慢の空母打撃群がロシアや中国の対艦ミサイルの射程距離の延伸によって自由に行動できる範囲を狭められつつある現実に直面している。現時点では艦艇の能力によってこれに対抗するには高いステルス性を有した潜水艦しか選択肢がない状態ともいえ、抜き差しならぬ状況に置かれているとも言えそうだ。